友谷の小部屋へようこそファンの方には優しく生きてますはい、ということで今回もログラブラお願いしますお願いします <laughs> 今回のトークテーマはこちらですアマチュアゴルファーやファンの皆さん多くの方にゴルフのことで聞かれて困ることです困ること、うん、困ることないですかなんかこうアマチュアゴルファーの人とか <laughs> いろんな方にでもやっぱり男性ってもうう飛ばしたいいい欲がすすすごいじゃななでかかそんだからなんかどうしたら飛びますか飛距離が出ますか、うん、っていうその飛ばし、ねうんまあ、聞かれますよね飛ばしの技みたいなの聞かれますね。<ー>大体の人はこう肩が開いちゃってスライス系だから、うん、まあドローを打てるように、うん、まあちょっとフェースローテーションちょっと。 ね加えれ加えられればもうちょっと球が捕まって飛びますよねとかまあそういう打ち方とかまあ技術的なことは言うようにしてるんです。してか。してます。優しいっすね。僕だったら多分僕も言われるっす野球でどうやったらホームラン打てるようになるんですかとか。野球でもやっぱ距離みんなそうなんだ。ホームラン打てるようにどうしたらいいんですかって。俺でも答えが一つよ。トレーニングしろ。また体重軽い飯食え。 <laughs> いやでも本当その通りでにそうあのね体重なんですよ <laughs>、うん、い体重イコール飛距離じゃないですか。とかやっぱりあとは芯、まあ、に当てることが大事だから技術的なこともそうですけどでもまず体重だってうん、うん、まず体力なくて技術だけで飛ぶわけないのよ、うんうん、そもそもで。しかも触れないやつが飛ばないじゃんね、うんうん、少年野球とかで。 ホームランをすためにもう今は無理だから <laughs> っていうまあ少年だからちっちゃい時も、ね、そうそうそう,そうでもこれから体が大きくなっていったら飛ぶようになるけど、うん、今だから絶対しなきゃいけない技術を身につけろっつってあ技術、うん、そしたらもうあとは体が大きくなったら、うん、その時に基本のことしなくていいんだから飛ぶようになるから、うん、今これ今俺が言ったやつを必ずそれを身につけろと今は飛ばなくてもいいからって,って、うん、であとはもう飯食えやっ,って。 でもそ少年野球の子たちはちゃんと練習するじゃないですか、はいうん、大人大人の飛ばしたいおじさま方たちは練習もまあやっぱり一般の人なのでやっぱ仕事、うん、ご自身の仕事もあるから練習もする時間もあんまりないうん、うん、で、まあ、トレーニングもしないしストレッチもしないうん、うん、ででも飛ばしたいですうん、うん、週に1回やるとか、まあ、月に1回やるうん、うん、ゴルフで飛ばしたいって言っても。うん <laughs> 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 もうその人たちを飛ばさせたいってまあ思うじゃないですか、うん、私も言われたら。うん、けどその練習量とそのなんだろうな体重とかまあ年転、うん、やっぱこう年齢がいくとと,ともにやっぱ硬くもなっちゃうしその年転差とか考えうん、うん、可動域とか考えると難しいなっていつも思います。うん、野球ででももゴルフでもそうですけど、うん 死ぬほど練習してるですからねそれでなかなかできないわけじゃないですかはいはいだからねやっぱみんな頑張らないといけないですねそうだからなんかラウンドとかしててもなんかアマチュアのおじさんが失敗したらうわっ失敗したとか言うじゃないですか <うん S 2> いやいやいや普通みたいな <laughs> いやいやいやそれ普通やからみたいな思うんですけど <うん S 2> あどんまいどんまいとか言うじゃないですかうんうんでもなんかもうそんなショックがあることないからって思う <laughs> いや当たり前当たり前みたいな まだ丸くなってないですねなってないですか、うんまあ、口に出さないだけ丸くいやそうでしょ大人にはなって階段登ってる階段登ってるね、はい、<laughs> ということで最後に一言です上手くなりたきゃ聞きに来る前に練習しろありがとうございました <laughs>